小幡虎森は、戦国時代の武将。武田信虎、武田信玄の二代に仕える。父は、小幡日常。武田の御名神、武田二十四将の一人としてそれぞれ数えられる。なお、小幡生とするのは誤り。娘婿に、市川東朝の子、平門、原い与左衛門城。もともとは、東東海国の出身で、父親が、 武田信虎に士官したのに伴い1500年に、開国に入る。1504年に、父が、今井信瀬の反乱鎮圧に出陣して、にすると14歳で家督を継いだ。信虎貴下の足軽大将として、海の国統一戦や今川氏ご法上氏との戦いで活躍。大英元年に、今川支配下の福島正重が海に攻め込んできた際には、 原虎種と共に先鋒として、迎撃の最前線を担ったとされる。それら、今川、北条氏との先行から信虎の返旗を受けて、虎の一時をもらい、虎森と名乗って、その武勇から、鬼虎と称された。1541年、信虎追放後は信玄に従って、活躍。1551年に、信玄が入道すると、 原虎種や真田ユキタからと共に提発してヒート、ゴース。A6 年間には、高坂正信の副将として、海津城に入りたい上杉氏の抑えとして、活躍、1561年6月に病死。去年71。遺言の、よく見のほど推しでは有名。生涯で36回の合戦に参加してもらった、感情も36枚。 41箇所の傷を受けた、歴戦の優勝である。ありがとうございます。